寿司が食べたい食べたい食べたい お寿司が食べたいお寿司。お、これ何？これお前一緒に見たやん、この前が。アマデウスやね。実はな、我らの家には VHS が今でもあります。そうなんですね。VHS とね、あの両方 DVD と VHS 両方かかるやつですね。というわけで僕らはすごいラッキーですね。VHS あったらね、あのレンタルビデオ行っても、あるいはあの中古のね、ビデオ屋とか中古テープ投げ売り、テープ投げ売りやもんないもんな。投げ売りや。テープっていうのはつまり VHS のことやね。そうだからアマデウスがあったんです ね、 ね、アマデウスってね、そう、前らは落とし穴にはまったよ、これや、アマデウスや。アマデウス、100円や。100円や ね、 ね、安いね。安いな、もう買いましたらよ。途中で切れやがんだな。そうやな、実はこれ、なんでって言ったら、これ一貫やってんな、これね。せや、丸一って書いてある。これ一本で全部入ってるのかと思ったら、昔のビデオって120分しかないからね、だからどうしても3時間近くあるやつやな。VHS やからもうね、丸になんかね、探しようもないしな。探しようないよな。そんなわけでね、結局伝えに借りて最後まで見ちゃった、よかったね、でもね。よかったな、面白かったな。この映画は1985年の映画だろ。だから今から約20年前の、30年前の映画か。めっちゃおもろかったね、もう見てない人みんな見て。モーツァルトがね、すごかったね。今さら言うけどね、面白いね。びっくりしたね。天才って面白いね、なんかね、音楽ができてもなんか経済観念がなんか全然なかったりとかね。まあお前が言うか。まあ僕は割とミュージシャンやけども、まあ、それは結構ちゃんとやってるかなとは思うんだけどね。まあ、でもモーツァルトはすごい、ね、よかったな。天才じゃなくてよかった。ほんまやな。まあモーツァルトとかはね、すごい、まあ、他いっぱい天才って言われてる人いっぱいいますけどね、意外とあれやね、あの経済観念とかあんま考えへんね。経済のことはあんま考えへんね。だな、まあ天才いうのは集中力持ってなんぼやから、他のもんにもあらへんのんちゃうか。かもしれんな。他のもんには集中できへんのかもしれんな。せやせや。もう曲を書くだけでもう精神性命かけてね、映画の中でね、書いてましたね。せやな、なんか、モーツァルトの楽譜見たらよ、もうすごくあのほら、頭に浮かんでくる音楽が、お手手に間に合わへんから。あ、それよく聞いたことある。もうものすごい投げかき。そうそう、もう殴りかきなんよね。結構あの昔の人 の、 あの作曲家たちのね、あの自筆のね、夢を見ると割と殴りかきガーッと書いてるの多いよね。あれはやっぱり時としてその頭の中に出てくる音がその書くのに追いつかへん。まあそれはなんか分かる時もある。バッハはめっちゃ綺麗やったらしいで。あ、そうか。あれなんでか言うたらな、バッハは教会で弾くやろ、ピピピって。そしたらな、教会で弾くいうことは、まああれは職業やねん。はいはい。それやから楽譜のね、使い回しとか切り張りとか後でできるようにな、綺麗に変えとくんやて。へえ。という話をどこかで読んだことがある。あっち、綺麗に変えとくんや。そしたら切り張りできるやろ。切り張りできるで。それで、あ、じゃあ今のちょっとパソコンと似てるよね。ペースト&コピーでペースト。コピーペ。コピーペ。あ、そうなの。まあそういえばバッハの音楽ってね、同じフレーズがこうね、追いかけるように出てくるよね。フーガさんとかな。そうそうそうね。そうですか。はい、そういう話を聞いたことがあります。なるほど。というわけで、僕たちはちょっとね、30年前の名作を見てました。20年前、30年前ちゃう、30年前か。そうですね。で、まあこれは僕は見たことあるんですけども、あのちょっとね、嫁さんがね、ちょっと見たことないっていうからさ、ね、嫁はん、バチかぶり、バチかぶりね、見せてあげた、君にね、見せてあげた。まあいいや。そういうわけでですね、それ見たらすごい良かったわけね。何十年ぶりから見たんやけども、すごいいい映画でした。いい映画でした。そうです。あのミュージシャンのね、あの生き様みたいなのがちょっと見えたよね。見えたね。モーツァルトといえども、あ、こんなんないなみたいなね。ヤクザ映画を見たら片桐でよかったと胸をなで下ろし、アマデウスを見たら天才じゃなくてよかったと胸をなで下ろし。な、ほんまやね。凡人でよかったよかった。まあだからそういう意味で映画って面白いね。自分の異次元に連れてってくれるからね。ねえ。というわけでさ、今日は映画のね、ちょっと話しましたけど、しましたけど、
今日は何の話だったっけ。ボーカルの話こないだからずっとしてるね。せやせや、うん、今回ねそろそろボーカル特集をねやろうかと思いまして、うん、ボーカルさんのためにも、うん、ね、こないだボーカルどんな話したっけな、なんか覚えてない。覚えてない。話したな。うん、今日はどうでもいいね。どうでもいいことないけど、どうでもいいことない。どうでもいいことないけどもですね。今日のまた新しい話題をどんどん行ってみましょう。行ってみよう。イエイ、今日はですね、どういう話題かと言いますとね、相手の演奏を聞こうぜというね。うん、これインタープレートとか言いますね、うん、あの。例えば相手がこうやって乗ってくると。オッケー。ということでこっちもこういうバッキングって言うんだけどね。うん、よね、で相手がこう柔らかにといくとやっぱこっちもふわー、うん、ふわーそうですね、そうそんな感じだな、感じだな。そういうふうにジャズのプレイっていうのはインタープレイってね、お互いに影響し合いますね、うん、すごい影響する。だから、やっぱ相手が乗ってくるとね、せや、もしこっちにちゃんとやる気があったらその人の、誠意というかね、うん、演奏の誠意に応えて何かをこうやりたくなるんですね。なるほどね。そうですね。あのカラオケはさ、うん、どんなにこっちがムッキャーって歌ってもよ、全然関係ないね、関係ないでやってはるけどな。いつも同じですよね。あ、そうですね。ジャズはこっちがムッキャーって歌ったらよ、向こうもムッキャー、向こうもムッキャーってなるよな。そうやな。あ、うん、というわけで、ボーカルの人もそうやね。ボーカルの人なんか特にだけども、この相手の伴奏をね、やっぱりよく聞くことが大事ですよみたいな。うん。うん、だから伴奏者のこの音をよく聞きましょうということですね。うん、で伴奏者もボーカルの音をよく聞かなきゃいけないね。うん。ですね、もうね、お互いが別々に弾いとったらあかんわけやな。そうやな、うん、やっぱりお互いが別々に弾いてしまうと ね、もうすごく尺子定規っていうの、うん、ね、なってしまうんですね。うんうん、あとよく、うん、ほらボーカルさんとかがよ、こうしてください、うん、やしてくださいとか言うけどよ、うん、そういう時はどうすんの？あ、要望が来ると、うん、あ、全部受けますよ、うん、なるべくできる範囲でね、全部それを受けて、うんうんうん、まあ、最初テンポ出したりするのはボーカルさんや、うんうん、でも不思議なことに合わせて、うん、こういう風にしてほしいっていうのはやっぱ言葉ではやっぱほとんどね、全部理解できないよね。おお、なるほどな。意外と言葉だけでは理解できてない時が多いよね。うんうんうん、でいざ演奏してみたら、ああこうしたいんやみたいな、スッと通じてくることが多いですよ。ああ、なるほどね。うん、だからもうこうやってイントロをね入れるよね。うん、なんかこれ歌おうか。なんてばい。そう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 。なんかイントロ入れるやんか。はい。こんな風にイントロ入れられたらもう、そうそうそう、そうやな、せーの、こうなるよね。じゃあな、なイントロが、イエーイ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 、ワンツーせーの、なんだばしあっちだあっちだあっちだ、なんだばしあっちだ、マイフェンデイテ、まあこれは誰でもできるわな、テンポが早いねんから早い感じとかね、うん、でもその中でもこうちょっとなんやろうな、ちょっとノリがあんねんな、この中にな、うん、なら普通にもう何も気持ちいいんとやると、ワンツーワンツースリー、はい、なんだばしあっちだあっちだあっちだ、なんだばしあっちだ、マイフェレディ、次いきます、ワンツーワンツースリーフォー、なんだばしあっちだあっちだ、はい、なんだばしあっちだあっちだあっちだ、
を欲しいな。こんだけピアノ頑張ったから、もうちょっとここでランドマンシーを力を言えとかなんかね、そういう風な感じでこう答えるように楽しいよね、うん、答えなあかんねんな、そう答えるような感じ、精いっぱい、めっちゃ精いっぱい、まあ、まあ、それはでもちょっとやってみる、ワン、アツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ランドマンシーこっち、イエーイ、イエーイ、バチかぶりなりに今表現したよね。精一杯やろ。それでそれで。バチかぶりなりに、バチかぶりなりに音程は今外れてたりとかすんねんけども、それがやっぱ心で通じてくるんだよね、こっち。通じた？通じてくる。通じ？通じましたか？ところがな、こっちがな、一生懸命演奏してんのにな、しらっと取ってみ。ワン、ツー、スリー、フォー。おとなしいよね、なんかこうスーッと歌ってるね、しらーっと歌ってる、寂しいなそれは別にそのこっちの演奏が別にどうでもいいと思ったらね、うん、合わせるだけっていいって思ったらあかんねんな、そうだね、だひょっとしたらその次にはあのその次 の, あのコーラスはねこんな風になるかもしれないね、うん、はい、まあ、そうやな、そんな風に答えるわけ、ね、ちょっと IQ 入ったよね、ロンドンバッシーとかね、そう、そんな風に相手のこう、ね、こう演奏に対してこう、うん、面白い、答えてあげる、答えてあげる、うん、答えてあげる、答えさせていただきます、うん、あなたのお心に、まあ、そうやな、そういうことやな、あなたのお心にと答えますよっていうことやな、うん、そういうことやろな、多分そんなことちゃうんかな、インタープレイっていうのはね、あーなるほどな、ね、結構度胸いるな、うん、だからその代わりこっちも自由に演奏するよね、うん、ね、普段やったらこんな風に演奏する、ね、まあまあジャズやったらワンツーワンツースリーフォおしまいみたいなじゃね、感じになんねんけども、でもひょっとしたらここまでっす、まあその時の気分によってやな、うん、やっぱりこうね、あのワンツースリーフォー、ワンツーワンツーサン、はい、ランドマンシー落ちた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 、ランドマンシー落ちた、はい、それね、イエーイ、ちょっと変わるもんね、だから演奏、うん、そう、つまりその演奏者ってあの伴奏者って演奏変わるよね、うん、ボーカリストもその日の気分によって演奏あの歌い方変わるよね、うん、だからそれを、まあ、あの察知するってことだね、うん、これぞジャズ、あ、今日これちょっとあの機嫌いいなとかな、うん、今日ちょっとノリ悪いぞみたいなね、うん、機嫌悪い時は機嫌悪いなりにもキックしながら歌う、キックしながら歌うとかね、まあでもだからいつも明るく歌えていくこと言ってるんじゃなくて、うん、その時の気分で歌ってはるよね、ボーカリストさんがね、僕らそれ合わすし、逆にピアニストの伴奏もいろいろあるからね、うんうん、ちょっとしんどそうに演奏する時もあるしね、うん、うん、ならそれにこう合わすというかね、うんうん、そんなんがあったらお互いが合わせ合いすればええねんな、うん、そうするとね、あのいつも同じこのレベルでいかなあかんっていう使命感がなくなるかもしれない、そっちの方がいいな、そういう、で楽しいで聴いたら方もな、まあ、これは一つの考え方だけどね、でもいろいろあるからね、うん、絶対毎日同じレベルで同じ 音量で同じようにやるっていうあの趣向もあるかもしれんけどね、うん、でもやっぱりね、ジャズの成り立ち考えたらそれちょっとちゃうような気するな、わい、だからもう黙って入んね、だから、うん、イントロ入れようね、thank you.
方にイントロした時にはもうすぐサッとそういうに切り替えて、うん、合わせる、うん、だから、決めないこと結構あるかもしれないね、ジャズって、ね、決めずに入っちゃって、ね、でその場でとあのステージの上でトークをするみたいな、なろうぜって感じ、もう音楽でお話ししちゃおうぜって感じやな、ワンツースリーワン三拍子や、いけるか、ロンドン橋を切った、ロンドン橋渡ろうとパパ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 リズムも変えちゃうとかね、難しいね、ちょっとこれ、ね、難しい、まあほんならこれもどうやろう、ボサノバ、あ、ワン、ツー、サン、はい、難しすぎてわい、なんかパンクパンクしてきた、まあ、そういう意味ではいろんな、いろんな、なんていうか、自分のね、あの、うん、あの、なんていうか、あの、手数をね、いっぱい、うん、いっぱい持つということも大事かもしれない。あれやな、ジャズを歌えるようになるいうことは、曲を覚えたりね、ね、うん、声が出るようになったりするだけじゃなくって、うん、反射神経も大事だと見たわよ。ああ、反射神経な。なるほどな。そうかもしれんな。はい、それはもうジャズピアニストも、もちろんね、他の。ジャズやる人は反射神経いるぞ、うん、これ。うん、そうやな。あ、空気読むっていうのね。パッて、パッて空気読む。うん。パッて空気読んでな。パッて空気読んで。うん、これや。パッ、はい、前これや。みたいな。これ。それがあるとすごい面白いね。ね。かなみたいな感じもしますけど。かなじゃない、わいそうとしか思えへん。はい、というわけです。はい、今日はだから、うん、ジャズの歌手の人でよ、時々よ、うんうん、あ、悪口言うま。言うてええか、まあ、言うわ。いや、いろんな人おるからええねん、それ。1から10まで指摘したらな、バーソンちゃうねん。いや、何を言うてる、何を言うてる、もうええよ、すいません、すいません。はい、というわけで今日はですね、相手のバーソンを聞きましょう。ちょっとなんかバチカル興奮してますけども、相手の演奏をね、はい、相手の演奏を聞こうというね、ちゃんと相手の演奏を聞き持って、ピアニスト、サックスフォンプレイヤー、うん、ギタープレイヤーね、ね、うん、トランペットプレイヤー、いろんなプレイヤーいますね、それからもう ボーカリストね、皆さん一緒ですね、相手の演奏を聞いて、それに反応してやると、行動を抑えとるだけ違うんやー。うん、まあまあ、なおかつね、あの、あのジャズの演奏が面白くなるよ、うん、かも、ということですね。はい。何拾ってんのや。というわけです。はい、じゃあ、バチカルにまとめてください。はいはいはい、もうこれでまだ嫌われたかもしれんけれども、まあ、こんなわいらやけど、お友達になってもんと、ここにね、登録って出るから、登録して、わいらか、頭打ちになってくれたら、とっても喜びますね。1000人の登録者の皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。これからも頑張りますよって見放さんといてな。というわけで、今日はこれでおやすみなさいでございます。それでは皆様、おやすみなさい。